よっす。よほほ、よほほ、やばいやばい。3限が終わって学校帰るの20分間の間にもう6人の女性を落としてしまった。いやギャルゲーに勝る神ゲーなしはこのことですな。おい見直して、これから僕の恋愛マスター。あれ誰も聞いていないし、誰も見ていない。そういや僕は友達がいないんだった。呼びた前まで言っちゃう。え、呼びた前まで言っちゃう。まあそうするか、呼びた前でいいか。いやもう省略しようかもね。あーよほほ、よほほ、いやーやばいやばい。学校が終わって、けよほよほ、あーやばいやばい。3限が終わって帰り道の20分間の間にもう6人の女の子を落としてしまった。いやギャルゲー最高だな。おーい見直しゅう、これから僕のことは恋愛マスターと呼びたまえ。おーっと、帰り道を見渡すと誰もいないし、誰も見ていない。僕に全く興味はないわけだ。反省反省。いやーそうなってくると帰り道にふと会った女性に声をかけてもすぐ落とせてしまいそうだな。いや3次元の女性はそこまで甘くはない。まずは2次元の女性をしっかりと全て落としきってから帰り道の女とラブストーリーを繰り広げていこうと思います。日々精進、日々精進。夏は暑い、夏は暑い。いやそうめんこそが至高、そうめんこそが至高。何やそれ。よし、3限まで終わったやな、お前が。3限まで終わった。今日は4限のためだけに投稿か、めんどくせえ。うん、あ、やばい、あいつで、あ、携帯絶対か。うわ、キモメガヤ。あいつ3回ぐらいだけ喋ったことあんねんな。一番気まずいわ。よし、ここは携帯見てるふじを。で、俺は何喋って。お、そうなんです。ツイッターの面白いツイート見つけたんですよ。それは僕にとってコンテンツ、有能なコンテンツってことですかね、みたいな感じで言っていい。うん。どうしようかな。ほんでこの辺で止まって、うん、この辺で喋ろうか、うん、ああ、そうです。うん、で、お前ちょっとしばらく足踏みしといて。オッケーオッケー。で、寄ってくる時だけこうしてほしい。オッケー、行きます。よほ、いやいや、今回のグラフィックも素晴らしいですな。何より女性の質が…もう一回行こう。オッケー、行きます。よほ、ちょっと…ごめん。お、大丈夫か。うわ、おえつった。塚木主が謎の病で今から死亡しようとしております。あのね、気になった方はね、あの救急車を呼んでいただければいつでも搬送いたしますので、あの治療費などは一切負担しません。私は、関係がないので。ごめん、すみません。よし、携帯は。あー、目は鬼目にしないと。いやー、今回のゲームは…喋ろうがやな。あ、俺喋ろうがいい。口パクリしようか。ああ、目は甘いようにしないと。あー、どうしようかな。何喋ろうかな、何喋ろうかな。なんかいい会話のネタないかな。うわ、どうしよう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 。あー、もうこれでいいか。うん、分かんないけど、これでいこう。おお、キムが。おお、作業してじゃないですか。お久しぶりです。あ、学校帰りですかね。あ、いや、今から行く空間。あ、今からですか。あ、頑張ってください。なるほど。僕はあのギャルゲーが忙しいようにちょっと予定が混んでるんでね。ギャルゲーか、楽しそうやの。そうなんですよ。はいはいはい。俺ツイートで今面白いツイート見てたからさ、ちょっと気づかんがあって。うん。全然気づかずに行こう。話を予約すると SNS のツイッターで面白いツイートを見つけたってことですね。あ、それは僕にとって有益なコンテンツなんですかね。まあ、そうでなければ別に聞く必要はないんですけども、どう思ってますかね。じゃあ、お疲れ。うん、次やから行こう。あ、お疲れ様です。バイバイ。はい。よほよほ、いやー今回もグラフィックは素晴らしいな。何よりこの黒髪金髪の女性が素晴らしい。あー、気まずかったー。 OK、 お疲れちゃーん。これでお疲れ。お疲れちゃーん。